皆さんこんにちは。キラミューンの黄色担当、波川大輔です。今キラミューンちょっと怪しかったですけども、突然お邪魔させていただいております。こちらはですね、キラミューンレーベルの YouTube チャンネルということで、来ちゃいました。私本当はですね、もうリハもほぼほぼ終わって完成して、もう何だったらゲネみたいなところをね、おそらくやってる時期なんです。これは6月の20日21と大阪のね、夜音の方でライブを、10周年のライブをやる予定だったんですけども、今回ちょっと中止ということで、とても残念に思っております。そこでですね、なんと昨日から、いわゆる木曜日から、これいつ皆さん見てるかっていうのもありますけども、木曜日からですね、個人チャンネル、ステイラックコロン、違う、波川大輔コロンステイラックチャンネルね、こうやってね、タイトルすらまだうる覚えっていうね、そういう個人チャンネル、会社のステイラックという事務所のチャンネルでもあるんですけども、ちょっと立ち上げました。そこで土曜日、20日の土曜日ですね、そちら生配信をするというね、予告をしたんですけども、なんとですね、このキラミューンさんの、チャンネルでですね、さらに追加情報を発表したいと思います。土曜日に行われます生配信、無事行われるといいなっていう感じなんですが、そちらのメンバーに、メンバーといいますか、ゲストにですね、助っ人メンバーが来てくれます。なんとノンストレスの皆さんです。いやー、ありがたいです。ちょっとね、ダンサーチームはですね、今回、待機組になってしまったんですけども、ダンサーのみんなともいつかやりたいなと思うんですけども、まずは、生配信をですね、そのノンストレスのメンバー、ゆうせいくんもいます。なのでツインギターですね、その6名で生配信をしますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしていただければ嬉しいなと思います。最近ちょっといろいろね、イベントが中止だったりライブが中止だったりとかいろいろありますけども、ね、このどうかしてる T シャツを着てね、こうみんなに心にイエローマンっていうねことを掲げながら、毎日頑張っておりますけども、皆さんにも頑張ってほしいなと思いますし、まずはですね、その生配信をですね、なんとか成功させて、そして波川大輔このステイラックチャンネルもそうですけども、キラミューンの、YouTube チャンネルの方もですね、盛り上げていければと思いますんで、引き続き、そしてこれから何卒よろしくお願いします。ということで、黄色担当の波川大輔でした。バイバイ。